なんだ木崎英二は。またツイッターコピペマシンになってんじゃねえかよ。どんだけいいねリツイート欲しいんだよ。まあそれね、桐崎英二がまたツイートしてたんですよ。そのこれね、はい、またないかな。俺がいる。ほら、また木崎英二が8分前に恋人いれば時間も金もかかるし、時間自由もなくなるしっていう、これはね、俺がいるっていうね、まあ、やはり俺の青春ラブコメは間違っているっていうところのセリフらしいです。はい、なんでわかったかっていうとね、まずコピペ検索したんですよ。そしたらね、スレが出てきたんですよ。俺がいるのなんか SS まとめ倉庫みたいので、で一致しすぎてるんですよ。でどこが一致か、入社1年目から店長代理やらされるくらいブラックっていうのがここと一緒なんですよ。店長代理、ほら、ほんとなんかロック名言とかもたまにパクったりして、クソだな木崎英二。そんなにツイッターでいいねリツイートも欲しいの？なんで俺がツイッターで言わないか分かる？ブロックされるから。あ、でもブロックされてもいいよそんなやつに。何をしたいんだろうな木崎英二。めちゃ俺ディスるよ。そのツイッターなんでいいねリツイート欲しいんだろう。人のもうパクってまで、そういうやつはブロックするわけでしょ。まあ、掃除でクソってことですわ。